どこに行くんだろう。ん？あれ？わ、壊れてる。あ、これもしかして、赤と青行ってたら、俺死んでた？ゲームオーバーみたいな感じ。あれ？ここで何かやってるみたいね。何やってんの？どうしたあ！エグリート女王だ。あ、まあ、相変わらずこのピコ。こう、特別な式典にご参加いただき、感謝いたします。知っての通り、ここでベストを尽くしたペア1組だけが私のお気に入りのペアとなります。それ以外のペアは全て処刑されます。なんという残酷な。処刑？それはざわつくわな。あれですか。私の式典を邪魔をするのは。黙りなさい。あなたは誰？どこから来たのですか？私の式典で一体何をしているんですか？私はただ探し物をしていて。ほう。それで何を探しているんですか？探しているのは、自分の人生における、進路というものです。手足、なくしたもの。手足です。こんなか弱そうな女の子が、そんな恐ろしいものを探しているだなんて。こちらへ来なさい。ぜひともあなたを助けてあげたい。ありがとうございます。お礼なんていいですねよ、お嬢さん。じゃあ行きますか。こちらに手を出しなさい。わかりました。はい。だと思ったー。あなたにこれをお渡ししましょう。非常に簡単に見つかって非常に喜ばしいですね。だと思ったわ。容赦ないな、女王よ。よし。じゃあ、ここまで来たんだけど、もう一回ちょっと、紫のところが本当に正解ルートだったのか、たまたま正解ルートだったのか、試してみましょう。じゃあ、ちょっと青の鏡のところに飛び込んでみよう。どうなるかな？あ、結局、どこ行っても壊れるんだ。全部。そういうことね。オッケー。でも、雰囲気がガラッと変わってる。ここで何をしているの？おい、あんた。探偵？あんたみたいな女の子がこんなところで何をしてんだ？今、重要な捜査が行われているんだ。わからないのかい？あ、ごめんなさい。まあ、正直に言うとそれほど問題じゃないんだからな。ちょっと聞きたいんだが、あんたは文字を読めるかい？はい、読めますけど。素晴らしい。じゃあ、この謎の文章を読んでくれないかね？私が殺したのは一人ではなく、ペアを組んだ8人。手を使って数えればわかるでしょう。でもそのバカな探偵にはきっと答えはわからない。最高のダンサーより、キスとハグを込めて。あんたって、誰がこの文章を書いたんだ？あんたがわざとそう読んだんじゃないよな？まさか、ここに書かれる通りに読んだわ。おい、捜査を続けるよ。もっといい方法を見つけたぞ。こいつらをどっちも処刑しろ。俺は家へ帰る。いや、待って。なんて横暴な捜査。よくやった、この任務は完了だ。お嬢ちゃんにはこれをあげよう。うわ、血まみれの袋。欲しくないアイテム？今日はいい仕事をしたな。いや、めっちゃ死んでるやん。これどういうことよ。ちょっと。何を告白するの？犯人は僕じゃないんです。告白しました。僕を連れて行く前に母への書き置きをさせてください。知らんわ。いやー、なんか急に展開が変わったな。だって、あっちの方は女王が来て、気に入ったペアは、いいけども、残ったペアは死んでもらうからねって。いうのやって、今回はもうほぼ全員抹殺されてるし。で、この血まみれの袋は？おお、2本のちぎれた腕を手に入れた。そして、切られた足。あ！ってことは？これ帰るんじゃない？この大仏ブルーして。あ、戻ってこれた。多分これで、ちなみにこれで、おう、体のパーツを置く。私たちのためにこんなに尽くしてくれるなんて、本当にありがとう。心配しないで。絶対に私が二人とも戻してあげるから。ありがとう。あ、そういうことか。で、じゃあちょっと次、じゃあ、ちょっとさっき失敗したこっちの方行ってみよう。だからね、女王にはもうとりあえず、そんななんだろう、こう馬鹿正直に言う必要ないんやな。だから嘘も方便という言葉もあるし、それでいこう。で、こっちは何かやってみたいねーってなって、女王が来ました。ピコピコサンドル履いてる女王が。うん。で、ペアは殺されちゃうよっていうことに対して、何邪魔してんのよ、あなた。何探してんの？探してんのはなくしたもの。そうですか。それは不運でしたね。こちらへ座りなさい。あなたが探し物なんだあれ。式典の後で探させましょう。ありがとう。じゃあ、お邪魔します。早く席に着きなさい。ごめんなさい。じゃあ、あ、ここでいいんだ。それでは今夜最も輝いたペアを発表しましょう。それは、ウサギキツネペア全員そうです。全員そうやん。ウサギキツネ。全員そうやん。二人は見事な踊りでした。あなたたちは横へ。なんや、こう。ウサギキツネちゃうの全員。なんで君たちが、なんか、こう、私たちはバッチシーみたいな。では、敗者の皆様に処刑を取り行いましょう。まさか本当に処刑するはずないわよね。前へ。マジで？待って！私の下僕たちを、あなたたちは実によく尽くしてくれました。それでは、さよなら。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 いやー。惨劇タイム。ことも済んだので、お茶の時間にしましょうか。あなたは、出て行く前にこのゴミを掃除してくれるかしら。まさか断りはしないでしょうね。わかりました。うわぁ、このピコピコサンダル娘。絶対 A 兵とかいなきゃ何もできないくせにな。そしてこの A 兵全く動かなかったけど。これ、本当に人形？ひでぇ、2本の足を手に入れた。うわぁ。こんなひどいことを。ああ、ぬいぐるみの胴体手に入れた。切断された腕を手に入れた。一気に雰囲気がダークになったよな。しゃあない、帰ろう。で、もう一個残りの赤の鏡の方にちょっとダイブトゥーレッド。じゃあ、こう、鏡の中のね、こう、教えてよーもうね、ミラーをしようと思ったら、ウサギとキツネに返しに行こう。はい。じゃあ、体のパーツ置くよ。見つけたらまだこれだけなの。それでも十分だよ。本当にありがとう。あなたの助けになれて、私も嬉しいわ。けど、結構トラウマレベルな、トラウマ級のものを見せられてるけども。よし、飛び込もう。さあ、来たわけですけど、今度はどういう展開が待ってるのかな？何があったの？もう照明まで消えてるし、おお、切られた足。いや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 。いやいやいや、何があった？すごいショーだったよ。君も見ればよかったのに。いや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 、なんじゃこれ。いやいやいや、ひどすぎるよ。ちょっと。血だまりの面の上に2体のバラバラになった死体があるが、2人の手は固く結ばれ、繋がったまま。手を握り合ってる？そっか。いやー、えげつない。あ、ぬいぐるみ胴体手に入れた。これで全部かな？うん、多分全部だと思う。何があったか知らないけども、赤の鏡の中はちょっとやばすぎるな。ん？普通の硬い鏡？これじゃ戻れないわ。あら。あらあらあら。あらららら。え、どういうことどういうこと？じゃあ何か見つけなあかんのか。まだ探し足りないってこと？うわ、テーブルの上のところの死体があるとは。てか、この周りの。ん？何の音？ん？あ、中に誰かいる。どうか永遠には言わないで。誰？部屋の外に私を探してる人はいなかった？わからないわ。あなたは助けが必要なの。もうあなたしか頼れないの。わかったわ。一旦外へ出て、外がどうなってるか教えてほしいの。やってくれる？やってみるわ。そういうことか。おおおお、任務の邪魔をしないでいただきたい。これは女王エグリエットのご命令なのですから。おお、なんかいきなり、お嬢さん一体ここに何よ。私は、あなたような小さい女の子が、こんな場所をうろついてはダメです。ごめんなさい。我々は逃亡中のダンサーを探しています。彼女を見かけませんでしたか？見てない。彼女を見かけたら我々にお知らせください。そうですか。おー。これはやばいな。見たって言うべきなのか、見たって言ってないってこう貫き通すのか、嘘を方便とするか、ここはでも真実を言った方がいいのか。衛兵が外であなたのことを探していたわ。そう、ありがとう。ちょっとここ開けてくれないかしら。ええ。おー。捕まえた。外へ一緒に来てもらうわよ。何するの？離して。人質。何の騒ぎだ。彼女だ。殺人犯を見つけたぞ。お願い、離して。黙って。この女の子は人質よ。私を撃てば、この女の子も死ぬわよ。お願い、待って。容赦ないんかよ、おい。じゃあ、わかったわかった。見たって言うべきだったんやな。よし、行くか。平さん。一体ここで何をしてるんですか？彼女を見かけました。見ました！見たのですか？どこで？ティールームの初期棚の裏に隠れていたわ。彼女を見つけたぞ。お願い、彼女にひどいことはしないで。いや、多分聞く耳持たない。彼女はこの王国の治安を脅かす存在なのです。さあ、多分これ殺されてるな。そこにいたのか、殺人犯め！裏切ったのね！言わないでって言ったのに！あなたのことは絶対に許さないわ。いやー。任務完了だ。女王エグリエットのもとへ報告に来れば。いや、でもこうしないとあんた、だって、捕まえたやないか。ごめんなさい。人質にしたやないか、こっちのこと。わお、ひどいことしないでって言ったのに、ごめんなさい。切断された腕を手に入れた。で、これで帰れるようになるんじゃない？どうだろう。ああ、戻れた。よかった。じゃあ他のところもそうしよう。狐のとこへ会いたいって言った。じゃあちょっとセーブをして、とりあえず、体のパーツは全部を集め切ったつもりなので、それを次回、ちょっと、ね、使ってやっていこうと思います。これね。はい。ということで、ちょっと、中丁場となっちゃったんですけど、以上です。次回よろしくお願いします。以上、かまくみでした。ご視聴ありがとうございました。